ちゃんちゃんです。ただいま、バスに乗って、桂浜に来ました。でここからちょっと歩いて行ってきたいと思います。桂浜龍馬銅像、行きましょう行きましょう。ちょっと裏側になってるんでちょっと楽しみだな。桂浜趣味だぜ。あ、こちら。なんか見たことあるような雰囲気だな。なんかテレビとかで。これ行ったことないからわかんないけど。休憩所。ローマ。お土産のなんかありますね。龍馬の銅像はまず行かないとな。龍馬銅像水族館桂浜、これは行くべしでしょう。よし、楽しみにしてたからな、ここ来るのが。龍馬像、これは見たことある雰囲気だな。ほら、桂浜って書いてあるわ。ほら、桂浜すげえ。うわ、桂浜すげえ。うわ、龍馬像行くしかねえだろこれ。わかんねえな。うわ、坂本龍馬出た。坂本龍馬像出た出た出た。坂本龍馬像だ。とうとう来たわ。幕末の志、坂本龍馬の像だ。よいしょ。これが桂浜に、立つ、坂本龍馬先生像ですね。坂本龍馬先生像がちょうど真ん中映ってますか。ちょっとこの前のちょっと動画はうまくちょっと上がダメだったんですけど、ちゃんと映ってますか。
パトローマーは高知の城下町に住む豪氏の長八幡と住まれ、青年時代で挑んで千葉道場で国立弁士氷を学び、金氏と出資されているが文久元年いち早く竹市半平太の土佐金の音に参加した。カツカツ従事して海軍建設を企画し、また長州桂小五郎薩摩の西郷隆盛を説いて薩長同盟を結びました。薩長同盟の勢力に土佐藩を配合する法政府を考え、土佐藩の三世後藤長次郎とき権的な議会政治をもとする政府の出現を期した。山の内なんとか大政奉還、龍馬33歳、慎太郎30歳、幕末の旧勢力対立の犠牲となったと。おお、すげえいい景色だなこれ。よお、おお、坂本龍馬先生、桂浜を散策したいな、これ。よし。立ち入り禁止、頭禁、入らないで。ここは入っちゃいけないとこなんだ。海上保安庁。おお。はい、ちょっとここから砂浜行きたいと思います。